ちは。東京都渋谷区恵比寿で開業しています橋本歯科、橋本です。このように大きな虫歯、そしてまだ神経が生きています。しかし通常はこのような歯は麻酔し神経を取るというのが通常です。しかし患者さんは神経を取りたくないという希望がありますので、それに沿った治療を行っていきます。まずアマルガムを除去し、その後この辺縁ですね、そこの部分を除去していきます。ここはエナメル質ですから削っても痛みはありません。ここの部分は造形質ですから、ここのところをどこまで削るかということが非常に重要になってきます。水を出していないのは、水を出すと染みるということです。ですから水を出さずにこのように虫歯を除去していきます。どこまで削るかが非常に難しいと思います。日本保存学会でもそのようなどこまで削るかというガイドラインはないということが書かれています。未だに世界中にその基準、どこまで削ったらいいのかというのはありません。皆さんは虫歯菌が心配で全部取りたいと思っていると思います。細菌を削り取って治療するという行為が医師の中にはあるでしょうか。例えば皮膚の傷、それを細菌がゼロになったら縫うということはないと思います。細菌の捉え方が教育上全く違うわけです。歯医者はもともとこのような技巧操作というか、歯を削ること、そして詰めることが治療だと教えられてきました。患者さんもそれを治療だと考えています。ですから細菌をゼロにしないと気が済まない、歯周病菌をゼロにしないと気が済まない。ですからお口の中に殺菌剤である歯磨き粉で歯を磨いたり、マウスウォッシュをしたり、細菌をゼロにするということを行っていくわけです。今水で洗い流すと染みるために、水の綿球でゆっくりと丁寧に表面をきれいにしていきます。エナメル質はこのようにきれいなわけです。この黒いところ、すべて取ってしまうと当然神経まで達し、痛みが出てその場で神経を取ると。つまり麻酔して毛を削るということは、ほとんど神経を取られるということが前提だということを患者さんも認識していただければと思います。表面の汚れをこのように細かい器具で除去していきます。そして感覚があるかどうかということも審査診断をし、あなたの希望に沿った処置を行っていきます。一番深いところを丁寧にこのように除去していきます。麻酔をしていませんので、患者さんが感覚をダイレクトに伝えてくれます。そして常に会話できる環境にありますので、確認しながら除去していきます。そしてこのように動画で撮影し、患者さんに今の状態もお見せしています。このように手の感覚で虫歯を除去していきます。機械で削るのは簡単です。何も経験はいりません。大学に行く必要もありません。臨床経験もいりません。ただ麻酔してこれを削ってかぶせ詰めれば、それで一丁前の歯医者です。それは歯の医者とは言えないはずです。その結果、皆さんの歯が無数に抜かれ、インプラント入れられ、その後さまざまなトラブル、訴訟まで起こっているのが現状です。その第一歩が麻酔による歯を削る、そしてそれによる神経を取る、そしてかぶせるという一連の動作から起こっています。歯を抜かなければブリッジも入れ歯もありません。ましてインプラントは存在しなくなるわけです。そのような観点で医療行為としての虫歯治療を行う必要があると思います。これを汚いと思うか、自然の中の環境の素晴らしさと考えるかが大きなポイントだと思います。上から見た状態になります。
あなたもこのような歯があったら下戸鹿までご相談に見えてはいかがでしょうか。